Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-game test natin yung Player S8 Pro sa Eternal City. So side-scrolling, anime-style RPG siya. So, yung graphic settings pala natin, guys, nakaset siya sa medium. ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるが、初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がする、といったようなこと。そうだな。 デジャブということは聞いたことはあるだろう。いわゆる既視感。実は脳の錯覚に過ぎないという。だが、本当に錯覚だと思うか？もし、お前が確実にそこに行ったことはあり、全てを忘れているだけだとしたら、もし、お前が確実に何かをしたことはあり、 全てを忘れているだけだとしたら、お前はもう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか。だが、なぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で錯覚ではないと断言できるのか。結局、体験したことが真相なのか、 忘れたものが記憶なのか、思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。 ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。このままでは彼らは本当に今は彼らを信じきっと大丈夫。傷は浅いから気にしないで。モンスターがどんどん増えてきてるから早くブラックゲート。アントネーワさんが作った。 So start on gameplay, guys. So some medium settings, smooth. 初めての時、あなたはいて、大好きだよ。ここも掃除しなきゃ。 So full 3D yung ano niya, guys, yung graphics. 1回、時間を…タイムバックデート! こっち、こっち! やった。生命結晶。私はもう回復したよ。
起きた起きた。この人弱そう。君が本当ね、名前は何て言う？変な名前ね。あ、ごめん。私少し簡単に説明するわ。君は体調せ、ま、混乱する。君本当にちょ、え、記憶喪失。そう、シミュレーションに入る。本当に記憶喪失。全然改め、ここは6ヶ月ほど前、世界各国が、他に知りたいことはあるかし、他に知りたいことはあるかしら。じゃあ、単刀直入に言わす、ほら。ごめんね、お客様、あん、あとは頼んだわよ。え？街中の黒い霧で覆われているところは、中にはモンスターがたくさん。モンスターを退治して、まずはこれを持って。午前でも午後でも夜でも、アンはずっとそばにいてあげるよ。当たり前で、あ、この感覚、もしかして、これはブラックゲートだよ。私一人じゃ無理。とりあえず戦術端末を使って。まずい、戦術今優先しなきゃいけない。あっちに隠夜間。忘れ、あら、ようやくお客様がいる。隠夜間、ここはき、あなたに何を、そう、通常は人間社会でも何が欲しい？やっほー、きれい。うちはじゃ、あなたの気を、なぜ人はね、たくさんの気、ではまたお越しになって。素早くきれいに。なんや、おい、覚えてる？体調、初めての実践なんだから。それもう、そうだよ。お掃除を始めよう。はい、
掃除しなきゃ。ご褒美だね。こっちこっち。ご褒美だね。タイムバックね。あなたの中それに、ね、あなたがいたから、彼女sa so at least guys, may idea ka na kayo kung paano laruin yung Eternal City. Anime style ARPG siya. And sa settings niyang medium, kayang-kaya naman ng Cherry Mobile Player S8 Pro yung graphics niya. Ngayon, kung dadagdagan natin yung graphics niya, malamang magkakaroon tayo ng onting FPS drop. Yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye.